はい、それでは事前調査、ダービー京都大阪入ってきます。はい、変則開催のマチステークス3着目でピアビットきてありがとうございました。スワバルミス強かったですね。おめでとうございます。クリンチャも強かった。はい、クリンチャがそこまで人気なかったね。3連服まあまあついてありがとうございました。はい、それではマソシしか行きましょう。レッチェコ。はい、ウモソ寿司ですけど、マーチステークス日経賞と、毎日早いもか、高松の記念ダメだったんですけど、はい、ちょっとマシになったら 66%、まだ買えれレベルですけど、あと外の朝だったんで、こちらが 68%。はい、ということで、気を取り直して、主催行きましょう。はい、それでは出題いきましょう。ちなみに今日も水曜日なんで、明日事後調査やるんで、今日は軽めにしておきます。はい、ダービー今日ですけど、予想図がね、プリモシーンやったか、一番人気。はい、あとデムちゃん、プリモシーン、ジャンダルム、藤田さん、藤井さん、マイスタイル、横乗りさん、リーエンダー、丸山さんまでが、上位4つとなってます。はい。で、ここ絞ったんが、これですね。勝地、ジャンダルム、ボンスレビ、セミナルハイト、事前調査でこのようなと紹介しておきます。はい。まずですね、この舞台、どこやったっけな。5歳馬が圧倒的強くて、そうなんですよ。明けのレースって結構4歳馬活躍目立つんですけど、この舞台は5歳が目立つと。はい、5歳の成績が抜群にいいんで。で、5歳の中で注目したんが、はい、勝地ジャンダルムですけど、ここはボンスレビーズも含めてなんですけど、ここですね、前走コーチステークスで、アストラエンブレムとストーミーシーで決まったレースで、ジャンダルムが一番人気で、ここですね。はい、4コーナー回るときに、この、ジャンダルム、ボンスルビース、そして勝地がですね、それぞれ先に4コーナーでまくっていった3頭なんですね。で、この後にストーミーシーがちょっと最内で、これだけちょっと特殊だったんですけど、その外から2番と4番がね、ストーミー、あー、ごめんなさい、アストレンブルムと。もう一頭誰か突っ込んできたな。外から突っ込んできたんですね。サーブロールか。はい。ちょっとこのさんと仕掛けるのも早かったんですよね。馬場の関係もあって。今も中山、火曜日開催されましたけど、ワンテンポ遅らせる競馬が非常に効いてますんで。はい。これ考えると、この3頭ちょっと今回巻き返しはあるかなと思ってますんで。で、その勝地、何やったっけ、ボンスレビース、ジャンダルムの中で、まあ、年齢考えたら勝つとジャンダルムがいいかなと思ってます。はい。まあ、ジャンダルムがね、前走一番人気惨敗ってことでチャンスかなと思ってますけど、ハンデも56に恵まれたんで、よろしくお願いします。はい。あと、一応、エメラルハイトも注目しておきましょう。4歳馬なんですけど、はい、前走、右回り1008、4コーナーならチャンスかなと思ったんですけど、それなんでかっていうと、スプリングステークス買ったからってことで。はい。前走距離負けならね、もう一回マイルで、京都2回ワンターの競馬、京都はちょっと向いてないかもしれないんで、中山の、まあ、勝ったのは正解ですけど、マイルでも可能性あるかなと思って、もう一回チャンスを伺います。よろしくお願いします。はい、登ってください。こんなもんかな。あとは事後調査、また明日、出走表確定しましたら紹介します。はい、続きまして、大阪行きましょう。はい、大阪杯ですけど、まずベロックスが回避で、ここ前やったんですけど、阪神 2000m 内回り、外回りじゃないんですけど、去年アルワイン、ワグネリアン、はい、2年前アルワイン、3年前ステファノス、はい、この舞台内回りなんですけどね、4年前アンビシャス、5年前ラキシス、6年前キズナと。はい、G2 世代からも阪神この内回り 2000m のこの舞台ディープは目立ちます。ディープ、ディープ。はい、先週の日曜日も、
ロックステークス、ウーリー、サタナーサ、エントシャイデンってことで、前もちょっと言いましたけど、はい、超高速なババよりも、意外とちょっとババが傷んできた時の方がディープ活躍するよって話のとこにね。ってことで、ディープ期待します。ってことで、本命はディープの中でもダノンキングにしておきましょうか。4歳馬、一番人気予想です。で、年齢、さっきはね、何やったっけ、あれ。ダービー卿で5歳で言ったんですけど、はい、大阪はやっぱり4歳がいいってことで、4歳のディープといえばこいつかな。はい、前走中山記念お見事でした。輸送で負けた京都でしたけど、 G1 でしたし、内走らされて負けただけなので、確実にこの方が強いと思います。はい、1006から2000までこなせる馬ということで、ペルシャンナイトとかもそうですけど、幅広く活躍できる馬はこの舞台間違いなく待つので、よろしくお願いします。はい、横乗りさんか。屋根がですね、お前でも一番強いと思うけどな、今。休み明け一走目楽勝で勝ったからな、強いと思う。よろしくお願いします。で、対抗候補、まずラッキーライラック、デムちゃんの休み明け2走目、絶対本気、絶対本気、前回で絶対感触掴んでる本気、絶対本気。はい、マカヒキバグネリアン。はい、こちら去年の3着馬4着馬です。で、アルワイン奇跡ワグネリアンで去年決まって、で、内々で決まったんですよね、去年ね。アルワインもそうですけど、その中でマカ引き1枠1番引いて、最後ですね、岩田さんやったね、鞍上がね。岩田さんらしくない鞍上やってね、最後ね、打ち着いたらよかったんですけど、ワグネリアンとね、アルワイン打ち着いて勝ってるんで、これちょっとね、岩田さんらしくなんかちょっと外持っていったんですよね。ちょっとワンテンポ遅れたよね。これ、うちずっとついてたらうまいこと言ってたんちゃうかなと思って。最後の吹いてますんで、衰えてないと思います。上がり最速。惜しかった。これ惜しい。30秒台が1人。これは強いと思う。まず強いと思う。よろしくお願いします。安城ここで予算力でヒューイとその3っていう噂聞いてますので、よろしくお願いします。確かね、ステイフーリッシュが岩田さん乗るんで、ヒューイとその3らしいです。よろしくお願いします。あと抑えに、まず草津ソルタス次男坊、堀さんディープ、前走金古賞2着、サートゥーナレ2着の強い競馬と、小倉大賞典インターセンター取った3着と、あとブラスタンビス以上されておきますけど、あんまり信頼かけますね。距離短いと思う。多分短い。馬場林。あとはクロノジェネシスとかどうなのかやね。人気出るけど買いたくないな。今日の時ね、1着。いや、2000メートルって規制あるっていうけどね。週刊誌を買っただけやからね。よろしくお願いします。はい、また明日の自己調整でお会いしましょうか。このままにしておきます。はい、ちょっと大阪、ちょっと印しておきました、告げましたけど、よろしくお願いします。ということで、明日またお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。